はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、第3のビール、新しいね、アサヒの極上、切れ味というやつです。キリンにも極上ありましたよね。あれね。あれは、発泡酒か。でもこっちはあれですね。第3のビールです。麦が100%、高発酵、冷涼ホップなどにより、当社最高レベルの切れ味を実現しました。冴える切れ、味、本格。原材料名が発泡酒、括弧国内製造と、括弧麦芽とホップと大麦とスピリッツ、括弧大麦。アルコール度数が5%となっております。まあ、これ新発売ということで。でもさ、第3のさ、ビールなのにさ、当社最高レベルのキレを実現しましたって。書いてあるけど、第3のビールなのにさ、最高級なの、最高ランク、おかしくね？カンピー。まい、これ。うまい。ビールに、なんかすっげえ似てる。ビールよかは、なんか風味が若干弱い。まあ、弱いですね。でも、ほとんどなんだ、この、喉越しっていうんですかね。すごい。美味しい。これ、すげえ美味しい。これすげえうめえな。一切き、あの、癖が全くなくて、それでいて、なんか、ビールの、生ビールと謙遜ないような、なんだろうな。風味が非常に生ビールに非常に似てますね。すごい。風味が、やっぱり、まあ、生ビールに比べると若干弱いんですけど、すごい、澄んだ味するね。とてつもなく澄んでる。スルーっと入ってくる、喉に。これすげえな。ええー。コクとかは確かにそんなにないんですよ。ただ、風味が非常に生ビールに似ているのと、喉越しとかですね。かなり似てます。ただこれ以前、第3のビールで、キリンの、第3のビールで澄み切りってやつが売ってたじゃないですか。あれがね、すっげえうめえって言ってたのに、俺確か5つ星つけたんですけど、もうその後、澄み切りもう見ないもんね。
どこに売ってんのあれ。見たことないんだけど、炭切り。多分ね、おそらくこれもそのパターンです。おそらく最初だけで、まあ、あの、後々、半年後ぐらいになったら味が変わってるパターン。もしくはもう、あの、完全に、あの、今の炭切りみたいにもう存在自体消滅するから。いやでもこれすげえうめえな。最近飲んだ第3のビールの中で一番うまいな。今年最高、最高にうまいよこれ。アルコール度数 5% なんだけど、非常に飲みやすい。なんと言いますか、夏に、飲みたいみたいな感じですね。うん。全く癖がない。これすごい。で、冴えるキレ、味本格、こんなうまさがあったのか。思わずうなってしまうような あなたの期待を超える味を作りたい。その思いで私たちすべてを込めて実現した冴えるキレと本格的な飲み応え。一口飲めばあなたもきっと驚くはず。さあ、極上キレ味の、美味しさをお楽しみください。アサヒビール独自の高発酵技術と、冷涼ホップ活用による、冴えるシャープなキレ。そして、麦 100% による本格的な飲み応え。この麦 100% っていうのが、高発酵、冷涼ホップなどにより、当社最高レベルの切れ味を実現しました。麦芽と大麦とスピリッツ、大麦を使用と。すげえな、これ。これは、もうなんか、喉をさ、スルーって通っていくの。一切、雑味もない。雑味もなくて、で、まあなんか風味もまあ生ビールに非常に近いような風味があるんですよ。ちょっと弱いけどね。マジでこれすげえじゃん。びっくり。はい、今日のつまみはこちら、ポテトチップスの のり塩。小池屋のね、小池屋のね、ポテトチップスってね、皆さん、多分知らないと思いますけど、小池屋はね、海苔塩、初めて、ポテトチップスで、初めて発売したのが、この海苔塩なんですよ。小池屋は。普通さ、薄塩とさ、コンソメとかさ、普通まあ大体1回目に発売したやつって大体薄塩とかじゃないですか、味的に。でもこれ違う。海苔塩。んで、カルビーのカルビーのポテトチップスが、この海苔塩っていうのをパクったんですよ。うん、だからカルビーよくは先に発売してんじゃん、こっちの方が。海苔塩。うん。そうなんだよ。うん。これ裏にも書いてあるんだけど、元祖海苔塩ポテトチップスって書いてある。
これ大好きなんです。あの、カルビーのね、あの、ポテチの海苔塩よかね、こっちの方がしょっぱいんや。うん。あの、塩分が、こっちの方があるんで、あの、つまみにいいんですよ。あ、うめえ。うわ、これうまい。いや、でも驚いた。今年、あの、一番驚いた。これは超うまい。これ超うまいわ。あー、すげえ。これはやべえ。とんでもないうまさ。いや、うまさっていうか、あの、冬じゃないな、これな。まあ、冬にも飲んでもうまいけど、やっぱ夏に、なんか、あの、アメリカンラガー的なね、あの、そんな感じ。うん。コクはまあ、まるでないはないんだけど、風味とこの喉の、喉越しというか、うん。あの、スーッと入ってくるんだよね、喉にね。すげえ。これ多分俺鼻つまんでさ、飲んだら多分生ビールだって答えるよ、これ。鼻つまんで、よく鼻つまんでさ、飲むとさ、牛乳鼻つまんで飲むと水みたいな味するじゃん。あれと同じよ、これ絶対俺、鼻つまんで飲んだら確実に生ビールだと思ってる。答える自信はある。生ビールだな。うん。ほとんど生ビールです。第三のビールと生ビールの、今までの第三のビールと、その生ビールの中間あたりにこれ位置してる。で、値段が100円ぐらいでしょ？スーパーで100円ぐらいでしょ？しかもあの、いわゆるほら、なんかアルコール度数高いさ、8% とかさ、なんかそういったもんでもないでしょ。やっぱビールってね、アルコール度数 5% が一番いいんだよ。7% とかね、あの、アルコール臭、きついんで、飲まないです。もうこれはあれだろ、もうクリア朝日がこれ死んだんじゃない？もうこの時点であれクリア朝日買う価値ねえな、これ。同じさ、あの朝日のさ、第3のビールの、今までよく売れてきたこのクリア朝日を完全に凌駕して、すごい。すげえ、これ。マジですげえ。
あれかな？これ若干あれだ。炭酸が若干弱いんだよ。だからスーッと入ってくんだな、おそらく。多分炭酸が若干弱めな。だから喉にスルーッと入ってくる。いや、これはもう、とんでもないの作ったな。多分今のうちだけですよ。もう断言するけど、これ多分発売して1年後ぐらいになったらもう多分、まずくなってるか、もしくはもう売ってないか。キリンの炭切りみたいにどこのスーパーでも売ってないパターンになるか。の多分2択ですね。これ間違いないです。いや、驚いた。いや、驚いた。さすが朝日。さすが朝日。コクはそんなにない。甘み。香り。そんなに香りもないか。うん、これは非常に美味しい。これはやばいですね。今年一番、もう、一番多分うまいかもわからん。3335です。久々の5。5つ星ということでご視聴ありがとうございました。